それでは早速ですけれど、今、倉林明子参議院議員が私たちの集会に駆けつけてこられましたので、ご挨拶と国会情勢報告をお願いしたいと思います。よろししくお願いしますどうも皆さんこんこにちは えー、日本共産党参議院議員の厚生労働委員をしております、倉林明子でございます。えー、ついこの間まではですね、ドクター小池が、えー、厚労のバッターだったんですけれども、まあ、初期局長就任ということでですね、ナース倉林に、いい、バッターが回ってきたということです。今、まさにですね、あの、厚生労働委員会衆議院の方が、大きな山場を迎えております。 今国会では TPP の強行と、それに続いて狙っているのが年金カット法の強行だと。今日昼にですね、テレビ、あの NHK で流れていましたけれども、えー、今国会に年金カット法は強行したいという与党声になったっちゅうんですから、皆さんね、いい時来てくれはりました。ね。 断固許さんっていう、あの、抗議の意思をですね、ぜひ全国会議員への要請、えー、そしてその包囲する声を、あの、突きつけていただきたいっていうふうに思っているところです。えー、TPP の、えー、衆議院での強行可決直後にですね、あのトランプが、あのトランプがですね、大統領に決まると。 じゃあ、参議院で何やるんだというような議論になっておりまして、慌ててトランプ氏の意向も確認しに、訪米するという段取りになっているんですが、こと、今国会ほどですね、この安倍政権が、民意が全く見えてない安倍政権は、世界の流れも全く見えてないっていうことが、 本当に露呈しているというふうに思います。まあ、TPP もしっかりなんですけれども、この TPP を今国会で強行採決することが史上命題っていうふうにスタートしたということ自体が読み違えの一番目。で、同時にですね、この TPP 承認を優先したあまり、あのパリ協定を世界各国が え、年内合意に向けて動いているにもかかわらず、このパリ協定の承認は後回しになって、今モロッコでコップ2 2が開催されていますけれど、日本は定約国として参加できないと。ルール作りの議論に決定権を持って参加できないということで、もうすでに100カ国を超えて、定、えー、約国になってますので、温暖化に対して消極的な国っていうですね、 楽院が押されたという失態も演じたのが今国会だったし、さらにですね、もう被爆者たちの長年の運動、日本の被爆国としての本当に悲願だった、あの、えー原原発原、原爆を禁止していこうと、核兵器を禁止する条約を作ろうっていう決議がですね、いよいよまとまろうっていう時に、 反対するとこの国の政府が一体どこを向いているのか全くその赤っ端をですさ、ね、らしているのが今の日本政府だと言って安倍政権だと言って間違いないと思いますさらにですね今国会では審議も国会にかけることもなく、えー、進んでいるのが社会保障の大改悪のメニューです。 もう国会で正面から通っても、検討中であると、いうことで一貫して逃げているんだけれども、その全容たるや、年金医療、介護、社会保障全分野にわたって、これだけの大改悪が、一位内閣のもとで強行されるような事態っていうのは、もうかつてなかったことだというふうに思います。憲法九条の解釈会見、えー 集団的自衛権の行使を容認して、改憲を狙う動き、さらにはこの社会保障改悪を強行しようという動きを加速させているっていう状況ですが、どっこいですね、案外うまいこと言ってないという状況も運動の中で作り出してきてるんじゃないかっていうふうに思うんですね。あの、集団的自衛権行使容認の安全保障法制を強行可決して、 一年以上経ちました。確かに、えー、新しい任務の付与をして自衛隊派遣のをするっていう確認決定やりました。けしからんことです。しかし簡単に付与してその任務を実行させるられることができないような状況にも一歩追い込んでるっていうところを私たちはしっかり見る必要があると思います。で社会保障の大改悪についても 今、与党の内部からでさえですね、このまま行っていいのかと。このままこれをやれば、国民からどんな反撃が返ってくるかっていうことが、あの、恐怖となって広がりつつある。やっぱり、あの、野党はまとまれっていう世論と運動が、参議院選挙で作り出した結果っていうのが、じわじわとですね、自民党にも効いてるっていう状況だと思うんです。自民党の、 えっと、下村さん。この人は、あの、選挙の分析、やるっていう人らしいんですけれども、この人が、あこの間の参議院選挙の結果を、ええー、分析したところですね、総選挙で、えー、野党共闘が、小選挙区の全部で成立すれば、86の議席でひっくり返ると。3分の2取られたあの参議院選挙の結果だったけれども、実際、 あの野党共闘がそのまま次の総選挙で実施されれば86議席ひっくり返るということは3分の2を打ち砕くようなえ展望を切り開いたのがあの選挙結果だったとっいうことで最も今野党共闘に怯えているのが自民党だということだと思うんですね選挙やったら負けるかもしれない そういうところまで追い込んできてるし、次にこれを打開する展望や将来を、描くことさえ今できなくなってる状況だと思います。追い詰めてきた戦いで、本当に世論の力で追い込んで、やっぱりですね、こんな大歓役を進める、世界の流れも、国民の声もか、聞こえないような、見えないような、安倍政権は打倒するしかないと。 皆さんと団結してですね、国会内外で安倍政権打倒へと息叩く、息高くですね、戦い抜きたいと思います。共に頑張りましょう。はい